メリカの文化が生み出したモーターホーム。安全で快適な旅をするためにモーターホームの使い方や交通ルール、マナーをご紹介します。アメリカ最大のモーターホームレンタル会社エルモンテ RV 社に到着です。モーターホームのレンタルはお客様とエルモンテ RV 社の直接契約となります。モーターホームの最高峰といわれるクラス A スライドアウトをはじめ、おすすめの車種は4種類、どれもがアメリカンスピリッツ、そして妥協を許さない遊び心から生まれたモーターホームです。皆さんもきっとその魅力の虜になるはずです。それではモーターホームのレンタルの手順をご紹介しましょう。まずはレンタル契約です。契約に必要なものはパスポート、クレジットカード、国際運転免許証、そして日本の運転免許証です。国際運転免許証は必ず取得して現地に持参してください。簡単な英会話による確認事項です。日本での住所や名前のサイン以外に面倒な手続きはありません。手続き終了後はモーターホームのボディの傷やへこみを担当者と一緒にチェックします。気づいたことがあればどんどんアピールしてください。車内の点検、簡単な使い方の説明を受けて契約完了となります。モーターホームで生活するための付属品をご紹介します。JTB が手配するモーターホームには人数分の食器や調理器具、寝具が用意されています。まずビークルキットです。夜間やフライパン、お鍋などほとんどの調理器具が揃っていますが、炊飯器はありません。パーソナルコンビニエンスキットです。菜箸や割り箸などは日本からお持ちになると大変便利です。バスタオルやハンドタオルもパーソナルコンビニエンスキットには含まれています。これは水洗トイレ用のケミカルです。タンク内に溜まった汚物の分解を促進する効果と消臭効果があります。水洗トイレを利用する前に備え付けのケミカルを一袋入れてください。それではクラス A スライドアウトを使って運転席のレイアウトをご紹介します。シートベルトの着用は日本と同じように義務付けられています。シートの位置や背もたれ、ハンドルのチルトなどは自分に合ったドライビングポジションを見つけることが安全で快適なドライブに欠かせないことは言うまでもありません。次にハザードのスイッチはハンドルの周辺にあります。路肩に駐車するときなど守らなくてはいけないマナーです。車種によっても異なりますが、黄色いレバーはパーキングブレーキです。手前に引いてオン、戻してオフです。左右のバックミラーは電動式です。操作方法など日本車とほとんど変わりありません。ヘッドライトスイッチも同様です。エンジンのかけ方は日本のオートマチック車と同じ要領です。トランスミッションは3速のコラムシフトです。シフトチェンジはレバーを手前に引いてから左右に動かします。通常走行では D のポジションです。気温の低い場所や冬季間、エンジンがかかりにくい場合は補助バッテリーを使ってください。ダッシュボードのオグジャリースタートスイッチを数秒間押しながらイグニッションキーを回します。長押ししておいて、走行中でも電気を供給してくれるジェネレータースイッチは数秒間押し続けると発電機が作動します。その他各種照明スイッチなど大きく使いやすいレイアウトになっています。クラス C のモーターホームも基本的には変わりません。
全長が長い割には取り回しが楽しく、ついつい忘れてしまうのが内輪差、外輪差です。いっぱいにハンドルを切るとお尻を大きく外側に振ることを頭に入れておいてください。特に発車するとき、駐車するとき、駐車中の他の車や歩行者など巻き込み防止には万全の注意をお願いいたします。不安なときは現地の担当者にお尋ねください。クラス A はバスサイズ、クラス C はトラックサイズと言われています。初めて運転することに戸惑いはつきものです。リラックスして自信を持って運転することですぐに不安はなくなります。モーターホームで楽しく快適なドライビングを楽しんでください。それでは実際に RV パークを利用してモーターホームのセッティング方法をご紹介しましょう。アメリカには1万6000カ所もの RV パークがあると言われています。 JTB がご案内する RV パークには電気、水道、排水などフックアップがどこも完備されています。モーターホームをバックさせるときは必ず同乗者の方が降りて周囲を確認し、モーターホームを誘導してください。またクラス A、スライドアウトなど車種によってはバックモニターが装備されていますが、その際も安全のため同乗者が誘導するよう心がけてください。地面の起伏の多い場所ではレベリングブロックを使って車を水平に保ちます。車種によってはレベリングコントローラーが搭載されています。油圧式のジャッキによって前後左右を水平にコントロールできます。車が水平でないと冷蔵庫など十分に性能を発揮できないばかりではなく、故障の原因にもなります。車が水平かどうかを確認するために水平器がセットされています。気泡のおよそ半分が中央の円の内側に入れば OK です。アメリカンモーターホームの中で最も大型で豪華、最高峰といえるクラス A スライドアウトは、駐車した後ボタン操作一つで横のウォールが1メートルほど広がります。周囲に人や障害物がないことを十分確認してから操作します。この時も同乗者が車から降りて周りに注意を払うようにしてください。それでは電気、水道、排水の接続方法です。モーターホームの左サイドにフックアップの設備が収納されています。車種によって異なりますが、基本的な仕組みは同じです。電源供給用の黒いケーブル、白い水道ホース、そして青色の排水ホースの3種類です。電気のケーブルを接続します。プラグを差し込んで回します。あとはパーク側のコンセントとプラグの形状を合わせて差し込みます。続いて水道です。車体とホースの接続はねじ込み式になっています。この部分に緩みがあると水漏れの原因になってしまいます。次に水道の蛇口とホースもしっかりと接続します。蛇口を2分の1程度開いて水圧を調整します。排水パイプの接続には市販のゴム手袋などをご用意いただくことをお勧めします。モーターホーム側のキャップを外し、排水口のフックを合わせてしっかりとつなぎます。こっちを合わせて、
ースをパーク側の排水口に差し込みます。トイレの汚水をためるブラックタンクとキッチンや洗面所の汚水をためるグレータンクがあります。グレーのタンクは常に排水状態にしておいても、ある程度溜まってから排水してもどちらでも構いません。クラス A にはテレビが標準装備されています。助手席の上にあるレバーを回し、テレビアンテナを室内から操作します。アンテナを最大に伸ばしてからプラスチックの円盤を少し下げて左右に回し、電波状態の良い方向を見つけます。コンセントのサイズや形も日本と同じで、変換プラグは必要ありません。電気カミソリやビデオカメラのバッテリーの充電も安心です。それではキッチンの使い方をご紹介しましょう。引き出しは走行中の飛び出し防止のため、一度上に持ち上げてから手前に引く安全設計になっています。大型冷蔵庫の取っ手もボタン操作でストッパーを外す仕組みになっています。ガスコンロの着火方法など車種によって多少異なりますが、電子レンジやオーブンなど普段日本でお使いの器具と、モーターホームに装備されているガス器具、電気器具の使い方はほとんど変わりありません。アウトドアといえども、どんなレパートリーの料理でも賄えてしまうのがモーターホームのキッチンです。家族やグループで分担して食事の準備をしたり、こだわりのキッチンだからこそたくさんの旅の思い出を残してくれるようです。ガス器具や冷蔵庫、湯沸かし器などは LP ガスで作動します。ガスの残量やその他ブラック、グレーのタンクの状況などをボタン操作一つで車内で確認できるのがセンサースイッチです。ウォーターポンプのスイッチはオンにすることで、外部の水道に接続されていない場合に車内のタンクから水道やトイレに水が供給されます。万が一に備え消火器が備えられているのはもちろん、火災報知器やガス漏れ警報器などの安全装備がされています。詳しい使い方は現地係員にお気軽にお尋ねください。リビングまたはベッドルームの壁にエアコンの温度調節パネルがあります。日本とは異なる可視温度表示になっています。
寝室の他にダイネットとソファーベッドがあります。まずソファーベッドの作り方です。シート部分のクッションだけを取り外します。ロックを外します。収納されているベッドを引き出して広げるだけで OK です。続いてダイネットの作り方です。すべてのクッションを一度外します。テーブルの天板を外して下に下ろします。あとは外したクッションを隙間なく並べて出来上がりです。寝室と合わせて3箇所のベッドスペースが確保されています。続いて RV パーク出発前の注意点をご紹介します。まず排水です。フレータンクを空にします。ブラックタンク、フレータンクの順に排水しますが、ブラックタンクはある程度溜めた状態でも構いません。電源ケーブルと水道のホースを外し収納します。排水ホースは収納前に必ず水を流して洗浄してください。レベリングブロックや油圧ジャッキを元に戻します。テレビアンテナを確実に収納します。安全のため走行前にドアロックをするように心がけてください。アメリカは日本と反対の左ハンドル右走行です。日本にないルールの一つです。なんと交差点で赤信号でも右折が許されています。ライトレーンマストターンライト、この標識の場所では左側からの直進車、前方からの左折車、歩行者がいない場合、右折ができます。ただし、ノーターン、オンレッド、この標識のある場合は赤信号での右折は禁止です。注意してください。左折は専用の矢印信号機が設置されている場合がほとんどですが、設置のない場所では直進車両に注意を払います。車体の重いモーターホームは安全を考え、外側のレーンを走行するように心がけてください。よく見かけるのがイールド、譲りなさいという標識です。これは本線を走っている車に優先権がある場合、優先権のある車の走行を妨げないように合流するルールです。
一時停止ではありませんからスムーズな合流をしてください。また自分に優先権がある場合は一定のスピードを保つことが安全につながります。踏切を渡るときの注意点です。警報機や遮断機が降りているときは速やかに停車をすることは日本と変わりありません。これは踏切を示すサインです。日本との大きな違いは踏切に差し掛かった場合停止する必要がありません。停止はかえって追突される危険性があります。注意してください。日本の高速道路にあたるフリーウェイを走行する場合です。フリーウェイの入り口でよく見かけるサインです。フリーウェイに合流する場合直進車両に注意を払いながら本線に合流します。日本の高速道路の合流と同じ要領ですが優先権は直進車両にあります。左ミラーで車両間隔を確認することはもちろんですが慣れてくるまではモーターホームの後方から同乗者が直進車両の状況を確認して声をかけるのも一つの方法です。本線を走っている車はスピードを変えずに一定の速度を保つこと、これがルールです。あとは進入車両がモーターホームの前に入るのか後ろに入るのかを判断してくれます。 JTB では快適で安全なモーターホームの制限速度はフリーウェイでも60マイルと考えています。自分に合った無理のない運転を心がけてください。アメリカは車社会と言われていますがどんな場合も歩行者優先なのは言うまでもありません。特にスクールゾーンなどこの標識の場所では走行スピードに注意が必要です。また学校付近や登校下校の黄色いスクールバスを見かけたときは特に注意してください。スクールバスの左側に設置されているストップサインが点滅しているときは子どもたちがいます。後続車はその場で停止してストップサインが消えるまで動いてはいけません。モーターホームを駐停車させるときに注意しなければならないのが色分けされた縁石です。赤は駐停車禁止です。青い縁石は許可車両、指定車だけが駐車できます。黄色い縁石は一時停止は可能ですがドライバーは車を降りることはできません。時間限定で駐車可能なのが緑の縁石です。これは制限速度を示す標識です。場所によって細かく速度が決められています。注意してください。ストップサインは必ず停止して安全確認が必要です。その他さまざまな標識があります。詳しくはモーターホームマニュアルを参考にしてください。モーターホームはガソリンエンジンを搭載しています。車載の発電機も燃料はガソリンで同じタンクから供給されています。早めの給油を心がけてください。ただし日本と違ってほとんどがセルフサービスです。まず給油口を開きます。クレジットカードの方向に注意して差し込みます。ノズルを外してガソリンの種類を選びます。タンクに差し込んでハンドルを握れば OK です。メーターにはガソリンの料金と量が表示されます。
給油をすることもアメリカ文化に触れる良いチャンスです。詳しい方法は現地の係員にお尋ねください。